さあ取ってきたですねザリガニを、ちょっと今お酒につけていますが、料理酒につけたぐらいじゃ元気ですね。一度ですね、泥抜きといいますか一晩ぐらいですねお水につけて、泥抜きをした後に、こんな風にちょっとお酒につけてみました、この後ね大きいものは塩茹でにして小さいものは唐揚げにしていきたいと思います。さあ、だいぶですね茹で上がってきました。この大きい子はですね油で揚げてもなかなか食べづらいということで今回は塩茹でにしてみたいと思います。ごめんねザリガニ、ごめんね、怖いとは思うけども。入れるとすぐですね真っ赤な色に茹で上がっていきます。一応この寄生虫がいるということなので10分15分ですねこのまましっかり火を通していきたいと思います。こんな風にですね立派に上がって茹で上がってくれました。念のため15分茹でてみました。さあこちらはあとはもう食べてみるだけ。このぐらいのサイズが一番ですね唐揚げにすると美味しい、油で揚げると美味しいということなんですね。それではいよいよ、ザリガニを揚げてみたいと思います。そろそろいいんじゃないかということで、揚げていきます。とても美味しそうにですね、揚がってくださいました。食べるのが楽しみです。さあ、ザリガニのついでに料理をしてみようかなと思ったのがこのどんこですね。とても美味しそうだったので食べるとね美味しいということで、地元の方にも教えていただいてこんな風に、内臓を取ってですねそのまま唐揚げにしてみたいと思います。骨とかね硬そうなのでねすっと多分油で揚げるのが一番美味しいんじゃないかなと思っています。まだちょっとねこうぬめぬめしてるんですよね。ぬめりのあるナマズに似てるなと思いながらですねちょっとこれ食べてみようかな。美味しそうに揚がりましたね。骨ごとバリバリいきたいなと思ってですねかなりしっかりめに、揚げさせていただきました。さあ出来上がりましたということでですねすべて東久留米市落合川さんのですね、お料理、ザリガニの茹でたザリガニ、茹でたザリガニとザリガニの唐揚げとそれから、どんこのですね唐揚げを今回食べてみたいと思います。それではいただきます。塩をちょっとちゃんとね、まあ、全体的にこうねかけていただきます。
大きさによってちょっと歯ごたえや味が違うのかなと思って、またこのぐらいの大きさからいただきます。普通にうまい。ちょっと硬さは残るけど美味しい。香ばしいな。味わいがあるな。このぐらいの大きさだとどうでしょうかね。こっちの方が食べやすい。大きいやつも。なんというか、きちっとこうやって揚げると殻なんかはね、香ばしさと味わい深さが染み出てきます。コクがあるというのかな、甲羅を噛み砕くときにコクが出てくる。なんだろうね、こうザリガニ味噌みたいなものがあるのかな。美味しい。かなり美味しい。そしてね、このどんこ、これ美味しいと思うんですけども、いただきます。これはうまい。かなり淡白な白身の魚なんですよ。臭みもないし、かなりレベルの高い味の魚じゃないでしょうか。これカリッと、ここまでカリッと揚げるとすごく香ばしくてですね、本当に骨ごとバリバリ、頭からバリバリいけちゃいます。柔らかくね、念入りにちょっと揚げたからすごく柔らかく揚がってます。どんこ美味しいな。皆さん、背わたって分かりますかね。このね、5枚ね、尻尾があるところの真ん中のところをパキッと折るとすると背わたが抜けるっていうね、分かんなくてね、抜けない、茹でると取れちゃうんだね。じゃあこのまま剥いちゃいましょうか。綺麗に取れました。皮は結構スルッと取れます。この状態でちょっとお塩を振っていただいてみたいと思います。どうかな。いただきます。あ、普通にうまい。一番ザリガニの味がよくわかる食べ方だなと思います。これ茹でるっていうのはね。そしてですね、割ると中のこのザリガニの味噌もちゃんと食べられるようになってますね。ちょっとこれも食べてみます。普通にうまいな。はい、ということで、今回は東久留米市落合川のザリガニを食べてみるという回でございました。全然泥臭くなくて、背わたとか取らなくても抵抗なくパクッといけた、この味が良かったっていうのは水がきれいっていうことなんだと思うんですよ。現地の人に聞いても、うちのザリガニは泥抜きしなくても食べられるとね、言ってました。そのぐらい確かに今食べたら、とてもね、思ったよりも透き通ったクリアな味がしました。ザリガニの味っていうのはほとんどこれエビと同じかな。でもやっぱ殻ごと脂
揚げたらですね、殻ごとバリバリ食べるときにとてもコクを感じて、あ、美味しいなと思いました。うん、味付けは塩とかで十分だなと思います。お酒のつまみとかにいいですよね。この世界でですね、本当に今から僕たちの世界どうなるかわからない、環境破壊、気候変動、あらゆることでですね、僕たちはね、いかに自然の中で生きるかを問われている時代と言えると思います。その中でですね、本当に身近にこの近所に食べられるものがあるということはちゃんと知っておいた方がいい。きちんとその取り方、食べ方というのはですね、皆さんそれぞれ一人一人ちゃんと知っておくとですね、だいぶ安心感が違うのかなという気がします。あ、僕は山にいても森にいても川にいても食べ物見つけられるよというふうになるといいですよね。野草もそうですけど、ザリガニとかサワガニとかそういったものっていうのはその第一歩かなと思います。今日はね、ご覧いただいてありがとうございました。それでは森のシンガーソングライターでした。